はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、アサヒのスーパードライの、ドライプレミアム、限定醸造の初仕込みプレミアムというのがまたね、なんかスーパードライで新しいのがまた出ましたんで、コンビニで売ってました。2014年収穫、国産原料で初仕込み、国産ゴールデン麦芽使用、国産ホップ一部使用、国産新米使用となってます。原材料が、麦芽とホップと米とコーンとスターチ、アルコール度数が 6% となってます。それじゃあ飲んでいきましょう。なんかスーパードライもいろいろ出ますね。なんか限定のね。まあ、あと、まだ俺が飲んでないのは、紫色のね、なんか、ギフト限定の、スーパードライね。じゃあ、乾杯。あ、うめえ。あ、うめえ。12月の24日発売ってなってますね。この白いやつ。あ、うめえ。普通のスーパードライに比べてちょっとあれかな。マイルドになってる気がする。贅沢なコクとキレはそのままに、麦の旨味とみずみずしい爽やかな香りが楽しめます。だそうですけど。12月の24日から期間限定で新発売。この金色のやつと何が違うんだろう。わかんない。いや、うまいけども。まあ、というところでしょうかね。なんかね、普通のスーパードライに比べると、マイルドになってて、なんか、あれだよね。そんな感じ。ドライプレミアムの紫色のやつが飲みたいんだけど、売ってないんだよね。香りの琥珀っていうやつ。てか、最近ね、ハートランドを飲んだんですけど、やっぱうまいね。ハートランドビールね。あれは、非常にうまいね。あれはマジで。なんか、あれに似た味のやつをね、あれ633、大瓶のやつが売ってないんで、中瓶までしか売ってないんですよ。だから、ぜひ大瓶を出してもらいたいんですけど。ハートランドは香りがいいんだよな、なんかな。結構、淡麗っていうか、辛口なんだけど、香りがいいんだよ。はぁ、あ。うまいけど、まあ、別に微妙つうか、別になんか違うのっていう感じですね。なんか違うんですかって言われると、わかんないって。なんか違うんですかって言われると、何が違うんですかって言われると、っていうね。なんか大した、あれにもなんないんですけど。うん。まあ普通に香りも結構いいし、コクもあるんだけど。普通のこの金色のやつも飲んだけど、そっちとなんか違うかなっていうのはあります。うん。なんかあんまり差別化ができてないかなっていう感じは俺はしますけど。うん。多分、大して変わんないと思うんで、微妙っすね。まあ、こんな感じでいいでしょう。特に。まあ、値段が値段だしな。220円ぐらいしたしな、コンビニだから。まあ、微妙。コクはあるけど、甘みはまあ、香りも。いや、うまいんだけど、別に進めるほどうまくはないかな。4343です。ご視聴ありがとうございました。